河村美久は日本のお笑い芸人。本名、河優美空。大阪府出身。小畜芸能株式会社所属。本名の美空という名前は、両親が新婚旅行で行った先のハワイで見た空が美しかったから、これにちなんで名付けられたという。弟がいる。芸人になったきっかけは、小学生の時によく見ていた、吉本新喜劇やダウンタウン。 憧れの芸人はオセロ。芸人を目指すきっかけとなったのは、中学生時代に文化祭でやった漫才だった。高校卒業とともに2013年4月、小畜芸能の養成所に入学。同所卒業後は、女性コンビ、八部音符を結成して活動。八部音符時代は、アルミカン、ベビーリッチ、ペンギンダービーと共に8人、ユニット、いろいろ仕掛けでも活動。 しかし、2015年3月に八分音符は、当時の相方が療養のため引退し解散。解散後も、新たにコンビを組んで漫才をする気は、まんまんだったが、自分がいい芸人にならないと誰とも組んでもらえないと思い、相方が見つかるまではということで一人で続けていたが、結局一人での活動が定着し、以後現在も、ピン芸人として活動している。おはようコール ABC。 その他多数の番組でレポーターを務める。2017年度下半期放送の連続テレビ、小説、ワロ天下ではお楽役で出演した。ネタは主に一人コントで、レンタル彼女、ジュエリーショップの店員などがあり、これらのコントの登場人物になりきる芸風である。対男性という設定のネタが多い。漫画やドラマを参考にして、ネタ作りをしているという。自らも、 正純派芸人と称しており、下ネタは NG である。2016年、第17回新人お笑い山ヶ崎大賞、奨励賞。2017年、第1回、女芸人ナンバーワン決定戦ザ W では、準決勝の結果が11位となり、決勝進出10枠には入らず、頑張れるやとともに、リザーブ枠に入る。しかし決勝進出者のは出なかったため、 決勝戦当日一般審査員395名の前で前説を務めた。その後、翌年2018年の R-1 グランプリにて決勝進出。この当時の年齢は23歳で R-1 グランプリ史上最年少の決勝進出だった。なお、R-1 グランプリ2018以後も漫才コンビ志望は変わらず、相方募集中であるという。 2018年に入ってからも、両親と一緒に大阪で実家暮らしをしていたが、同年7月、活動拠点を東京に移す。2019年の R-1 グランプリでも、決勝進出したが、その決勝戦では、大阪をいじるネタを行い、そのために、大阪を馬鹿にしすぎ、深いすぎるなどと SNS が、プチ炎上したということがあった。 同じ小竹芸能の先輩のコンノブルマからは、自分の妹とも言われていて、コンノブルマと合同で開催したライブのタイトルは、ギリ姉妹である。女優の松岡真宙に似ていると言われていることから、松岡のモノマネを持ちネタにしており、うちのガヤがすみません。で、松岡と共演した際には、松岡本人から公認をもらっている。レギュラーその他の出演番組、ありがとうございます。